六層のティンバロ・パッタデセの断面作成途中のティンバロ・パッタデセ・ティンバロ・パッタデセ・ティンバロはパスタ、ベー、ジャガイモ等から作るイタリア料理であり通常チーズ、肉、魚、野菜、果物等の材料が加えられる。ジュリオ・アルベローニの名前にちなんだティンバロ・アルバロニという料理もある。これはマカロニ、シュリンプペースト、マッシュルーム、バター、チーズを材料として作る。 名前は、フランス語で、ティンパニを意味する、ティンブルに由来する。地域によって、呼び名は異なり、ボンバ、トーティーノ、サルトゥー、ピステティーオ等とも呼ばれる。また、チンパノやティンブル等とも表記する。キャセロールと似て、英語では、パイやケーキを呼ぶこともある。つなぎとして、卵かチーズが用いられる。エミリア・ロマーニャ州では米を用い、鳩や、その他の飼料鳥、豆、 地元のチーズ、そこに乾燥パスタが用いられる。アブルッソ州ではそこにクレープを用い、その他の地域ではラビオリアニョッキを用いる。シチリアではパスタとナスで作るのが一般的である。マッシュルームソースかホンデュータと呼ばれるピエモンテのチーズスープが用いられることもあるが、アンナ・デル・コンテはベシャメルソースが最も一般的であると書いている。年の映画、 シェフとギャルソン、リストランテの夜で、ティンバロが大きく取り上げられているが、映画内では、チンパノと呼ばれている。この映画は、この料理の知名度を上げたと見られている。ありがとうございます。